兼長の像阿波狸合戦は、江戸時代末期に阿波国で起きたという狸たちの大戦争の伝説、阿波の狸合戦、兼長狸合戦とも言う。四国に数ある狸の話の中でも特によく知られており、徳島の狸の話の中でも最も名高いものとも言われる。物語の成立時期は江戸末期と見られており、文献としての記録は1910年に刊行された四国奇談実説古狸合戦が初出とされる。明治時代から戦中にかけては講談で、昭和初期には映画化されて人気を博しており、平成期以降には徳島県の街づくりの題材となって徳島県民に親しまれている。後述する兼長神社の社殿や徳島県出身の考古学者、笠井信也の著書、阿波の狸の話から伝説を要約すると以下のようになる。天保年間、小松島の被害の出の話、大和屋という染物屋を営む萌えもんという者が人々にいじめられそうな狸を助けた。間もなく、大和屋の商売が、どんどん繁盛しだした。やがて、店に勤める万吉という者に、狸がつき、蘇生を語り始めた。それによれば、狸は、兼長と言い、206歳になる付近の頭株だという。万吉についた兼長は、店を訪れる、人々の病気を治したり疫を見たりと大活躍し、大評判となった。しばらく、あと、まだ狸としての位を持たない兼長は、津田にいる狸の総大将、六右衛門のもとに修行に出た。兼長は修行で、抜群の成績を収め、念願の小1位を得る寸前まで至った。六右衛門は兼長を手放すことを惜しみ、娘の婿養子として、手元に留めようとした。しかし兼長は萌右衛門への義理に加え、残虐な性格の六右衛門を嫌って、これを拒んだ。これを不服とした六右衛門は、兼長がいずれ自分の敵になると考え、家来と共に、兼長に野襲を加えた。兼長は、共に、東野から来ていた狸、藤の木寺の鷹と共に応戦した。しかし鷹は戦死し、どうにか兼長のみが東野へ逃れた。兼長は、鷹の仇討ちのため同志を募り、六右衛門たちとの戦いが繰り広げられた。この戦いは、兼長軍が勝り、六右衛門は兼長に食い殺された。しかし兼長も戦いで傷を負い、間もなく命を落とした。萌右衛門は、小一位を得る前に命を落とした兼長を憐れみ、自ら京都の吉田神技官僚所へ出向き、小一位を授かってきたという。この戦いの頃、六右衛門へ攻め込む兼長軍が、鎮守の森に勢ぞろいすると、人々の間で噂されていた。人々が日暮れに、森へ見物に押しかけたところ、夜更けになると、何かがひしめき合う音が響き、翌朝には無数の狸の足跡が残されており、合戦の風説も決して虚言ではないと話し合った。この伝説を紹介している書籍には、媒体によっていくつかのバリエーションがある。これは、本来の地元の考証が口述する講談の影響を受けて変化したのではないか、とも見られている。勝浦川天保年間には、大和屋に助けられた狸が恩返しをしたという動物法恩譚があったため、これを由来とする説がある。その後のある年、勝浦川の河川敷に多数の狸の死体があった事実が加わり、それらを講談のように仕立て、兼長と六右衛門の二大勢力の激突の話が誕生したという説もある。一方では、この合戦における争い、非連、葛藤などは人間社会でも珍しくなかったため、阿波狸合戦の実態は人間社会での出来事を狸に置き換えたものとも考えられている。徳島の修験道の霊山では、別派同士の争いがあったこと、伝説を綴った古書、古狸、兼長義武鎮節席で、投石の場面があり、投石は中世以来の戦闘手段であったことから、大野龍寺山と剣山との間で生じた修験道の争いが狸の伝説に仕立て上げられたのではないかという説もある。この説においては大野龍寺の修験者が兼長、剣山の修験者が六右衛門のモデルになったと考えられ、大野龍寺山から北上しようとする勢力と剣山から南下しようとする勢力が衝突し、流派や拠点の異なる者同士の紛争につながった可能性が示唆されている。また、徳島県では藍染めが盛んであり、その工程で砂を用いる。そして、津田浦で採れる砂は藍染めに最適であった。よって、勝浦川の両岸地域で砂をめぐる争いが起き、これが狸合戦の題材になったという説がある。さらに、津田地区と小松島の間の漁業権の争いがモデルになったとの説もある。六右衛門の史跡のある津田寺の住職である浅川康隆氏も、この漁業権の争いを由来とする説を支持している。これらのように人間をモデルとする説が事実なら、どこか憎めない狸たちの姿は、実は、愚かな人間たちの振る舞いの投影ということになる。なお狸の話の真偽はともかく、茂右衛門は実在の人物であり、後述の映画、粟狸合戦も、講談本とともに茂右衛門の直系の子孫の家の交渉をもとに制作されている。また万吉に狸がついた事件は、狸合戦とは別に実際に起きた事実であり、後の講談師が、この、万吉の事件と狸合戦を結びつけ、粟狸合戦を創作したとする説もある。徳島県下の伝承によれば、阿波藩の時代、土器の太鼓が打ち鳴らされていたが、市内の富田大道では4つ、寺町では6つだけ、太鼓が打たれなかった。これは、富田大道の金毘羅神社の末社に、金長の二代目が、およっつさんとして祀られ、寺町の明朝寺に狸合戦に関係したメスの、狸がお六さんとして祀られており、それらと同じ名に相当する時刻に太鼓を打つと、たたりがあるのだという。別説では、寺町には、六右衛門の二代目が祀られたためとも言う。1939年5月、後述する映画、粟狸合戦の大ヒットの例の意を込めて、日峰山の山中に、金長神社が建立された。1946年には、神社での、金長例大祭が始まり、1955年には金長を称えて毎年祭りを実行する組織として金長奉賛会が結成されている。金長神社1956年、小松島市は報恩感謝の念に厚い金長の徳を称えるとともに、金長を観光資源にするため、それまで茂右衛門の末裔である梅山家の庭に、屋敷神として祀られていた金長大明神を、市内の中田町に移設するよう勘定し、翌1957年に金長神社が建立された。映画、粟狸合戦制作時の振興キネマ、京都撮影所長、建立当時に大栄社長に就任していた永田正一は金長を倒産寸前であった振興キネマを救った救世主として、当時としては破格の100万円を寄付し、神社建設の資金はほとんどがこの寄付金で賄われた。境内の玉垣には、長田のほか、角幸三郎、長谷川和夫、K 町子といった人気役者の名が彫り込まれた。金長大明神は、恩義ある茂右衛門に尽くした金長の徳の高さから、宝徳狸の名で崇められており、承福、開運守護の神としても知られ、商売繁盛にご利益があるとも言われる。徳島に数ある狸の祠の中でも、代表的なものの一つであり、地元の人々は一般の祭神とは異なる距離感で金長と接し、親しみを込めて金長さんと呼んでいる。後述するアニメ映画、平成狸合戦ポンポコにも登場している。伝説上で金長が大和屋を守護していた関係で、神社建立以来、大和屋の子孫が宮司を務めており、2014年時点の宮司は茂右衛門から数えて6代目にあたる。金長大明神は山の中にある本宮に比べて足を運びやすい場所にあるため、徳島ばかりか関西方面からも参拝者が訪れており、平成以降においても参拝者が後を絶たない。一方で、日峰山中の金長神社本宮は山の中ということもあり、平成期においては知名度は低い。小松島に金長神社が2つあるという事実もあまり知られていない。2017年には小松島市の都市整備に伴い緊張大明神が取り壊しの危機にあっていることから、同神社を守りたい有志により、金長神社を守る会が結成され、ブログやツイッターなどでの活動において、金長の子分の狸である小鷹、熊鷹の名義が用いられている。詳細は金長神社を三正六右衛門側に関する事物としては、徳島市津田西町にある津田寺の墓地に六右衛門側が砦としていたと言われる穴観音という洞窟がある。六右衛門は六右衛門大明神として祠に祀られており、祠を拝む人、掃除をする人も多い。六右衛門の息子の千寿太郎、娘のかの子の祠もあり、親子ともども神として祀られている。この津田寺には、かつて、権右衛門という狸が住み着いており、合戦時に六右衛門側の大将として戦死したと言われ、現在では、同時の祠に石像が祀られている。合戦の戦場とされる勝浦川の新居浜本町2丁目付近には、阿波狸合戦古戦場の祠があり、激戦の末に、狸のカバネが川床を埋めた場所とされている。明治時代後期、当時の大阪で活躍していた、講談師である神田伯達がこの伝説を講談として、舞台で披露したことで、この伝説は、都会の芸能として、全国的に広く知られるようになった。この講談は速記者、丸山平次郎の速記により、講談本となり、1910年の化け狸である。陰人行部を描いた松山狸問答がある。こちらは人間が主人公であり、実説古狸合戦他の講談は狸を主人公として扱ったことが特徴的である。白龍による講談は大筋は交渉と大差ないが、一つ一つの行為を丁寧に描写し、時にはセリフを加えることにより、戦闘場面の臨場感を盛り上げ、さらに狸を滑稽な動物としてではなく、人間と同様の心を持つ軍人として描いているという特徴がある。伝説上にない場面も多々あり、これらは創作と見られている。一例として、講談本では、兼永と六右衛門の二代目同士の戦いの場面があるが、狸としてはあまりに綿密な作戦による戦いの様子が描かれている上、講談以前の関連書籍にそうした記述が存在しないため、それらは、軍記物を得意とする講談師による創作と考えられている。白龍自身も講談本の中に原点とは変わってしまっている部分もあると説明している。講談が人気を博していた要因は、時期が折しも日清戦争の時期であり、戦争の時代の社会において、軍団、武勇伝、敵足立といった戦う男たちの物語が好まれたことや、狸たちが人間同様に時には、仲間同士で助け合い、時には名誉の戦死を遂げるといった物語が、講談を楽しむ人々にとって身近な存在に見えたことだと考えられている。また、民話において、各土地を統括する親分級の狸は、神として祠に祀られたり多くの逸話に登場したりと、人々にとって身近な存在であり、特に兼永や六右衛門は、地域住民にとってのヒーローと言えたため、土地の人々が仲間内でこうした狸を語ることを通し、同じ知識を共有する仲間、同じ土地の人間としての絆が強まったとの見方ともある。それから80年以上後の1996年、この明治の講談をリニューアルした立体講談、阿波狸合戦が小松島で上演された。さらに1998年、この立体講談を市民に語ってもらい、小松島の文化を継承していくため語り部の養成を小松市が企画。東京から講談師や講談脚本家を招き、語り部塾が市によって開講され、1999年の発表会を開催では大盛況を博した。翌1999年に塾が終了した後、同年、塾生たち20人により、小松島語り部協会、おとぎ衆が結成され、市内外の敬老会や、福祉施設で講談や演芸を披露し、聴衆の笑いや涙を誘った。しかし後には高齢化などの事情になり、講談師は結成時の代表者一人だけの状態となっている。講談の人気は明治37年頃を境にして失われ、狸の物語は新たな娯楽である映画において別の形の展開を見せた。1939年映画、阿波狸合戦が上映。制作は、新興キネマで、当時倒産寸前だった同社は、この映画の大ヒットで、倒産の危機を乗り越えた。また、それまで、阿波の狸合戦、亜州狸合戦などとも呼ばれていた、この伝説が、泡たぬき合戦の名で、ほぼ同一されたのは、この映画のタイトルが決定的だったとも見られている。1940年には、新興キネマにより、続泡たぬき合戦が制作され、またも大ヒットとなった。その後も、昭和20年代から30年代にかけ、たぬきをテーマとした映画が数多く作られ、人気を博した。1994年、たぬき合戦をモチーフの一部としたアニメ映画、平成たぬき合戦ポンポコが上映。四国の長老たぬきとして、六代目、兼永、田三郎はげたぬき、隠人刑部が活躍する中、兼永が中心的役割を果たし、前述の兼永神社も劇中に登場した。2011年には、徳島文理大学の人間生活学部、メディアデザイン学科により、アニメ作品が制作された。同大学名誉教授でもある画家の飯原和夫に、提案によるもので、地域活性化事業の一環として、同年12月に上映会が開催され、翌2012年に、徳島市立徳島城博物館で開催された、飯原の絵画展でも上映された。新たな伝達媒体として、2015年には、電子書籍の公開が開始された。制作は、徳島文理大学の学生たち、画と文章は前述の飯原和夫による。徳島市電子図書館のウェブサイトで公開されており、ユーザー登録や利用パスワードなどを必要とせずに閲覧可能である。兼永まんじゅう小松島ステーションパーク、小松島市運輸部の路線バス阿波のたぬき祭り小松島市では、たぬき合戦の史跡をはじめとするたぬき関連の事物を街づくりに生かす取り組みが盛んであり、たぬきが街のシンボルとなって、街の随所にそのモニュメントやウォールアートが見られる。兼永をモチーフとした菓子、兼永まんじゅうは小松島市の代表的な土産菓子である。小松島といえば兼永たぬきとの発想で作られた菓子で、映画、泡たぬき合戦公開時は、映画の大ヒットの波に乗って大人気商品となった。1985年の旧国鉄小松島線の廃止を機に、小松島では民話をテーマとした地域の活性化の話題が持ち上がった。小松島線は港湾都市として発展してきた小松島にとっては、本線と港を結ぶ鉄道であり、これが失われると、市の経済は大打撃を食らってしまう。大打撃を食い止めるために、地域活性化がより盛んになり、市内にタヌキにまつわる事物が増えてゆくこととなった。いち早く着手したのが、市内の兼永たぬき郵便局である。同局は、旧名称の小松島振興郵便局から1989年に改名し、動物の名前がついた全国初の局名として、全国的な話題となった。当時の局長が、かつて映画、泡たぬき合戦を見て、思い入れを抱いたこともあり、当時の地域のうずもれた素材だったたぬきに光を当てるため、兼永をモチーフにした絵はがき作りなどの活動を続け、やがて局舎の改装に合わせて、局名の改名を発案。特定郵便局長会や小松島商工会議所などの応援を得ながら、四国郵政局に局名変更を申請した末、兼永を売り込んできた長年の努力や地道な活動が、認められ、局名変更が認可された。動物の名前の郵便局の例が全くないことから、認可にあたって、郵政省ではかなり議論があったという。開局に合わせて、たぬきを描いたはがきや、切手、スタンプなどを制作したところ、全国の有志家たちから、申し込みが殺到するに至った。市内には、たぬきの像の飾られた郵便ポストも見られる。1991年には、小松島市内の若者たちにより、兼永たぬきをイメージした太鼓、兼永太鼓が結成された。陽気で明るく愉快な演奏であり、これまでの和太鼓のイメージを打ち破るとの声もある。1993年には小松島ステーションパークに世界最大の兼永の銅像が完成した高さ5メートル、胴回り5メートル、重さが5トンあり、小松島市のシンボルでもある。観光客からも人気がある。たぬきの置物としては、信楽焼が有名であり、信楽には全高8メートルのたぬきの置物がある。だが銅像としては、この小松島ステーションパークの銅像が世界一である。このステーションパークには、合戦に登場するたぬきも石像として並んでいる平成たぬき合戦ポンポコが公開された1994年にはウォールアート事業の一環として小松島舟運輸部ので市営バスの車体がたぬきのデザインで飾られた。大好評を受けてさらに2台のバスが作られ、その後も5台まで作られ、市内を運行している。5月の連休には、金長神社を中心に、金長祭りが開かれ、たぬきみこしのパレード、金長太鼓の披露などの催しが行われている。毎年11月に開催される、阿波のたぬき祭りは、20数万人の客を集める、一大イベントであり、たぬきをクラブマスコットに掲げるプロサッカーチームの徳島、ボルティスもブースを出展して会場盛り上げに一役買っている。2012年には金長をモチーフとしたゆるキャラ、コマポンが登場した。名称は小松島市内の小学校6年生から募集した中から選ばれた。源義経をイメージした武具を着た狸の姿で、刀の代わりに小松島市特産の竹ちくわを手にし、Facebook を通じての小松島市の観光情報発信など、小松島市観光 PR、マスコットキャラクターとして活躍している。同2012年には、コマポンにちなみ、竹ちくわを食材とした料理、コマポン焼きも、市の市街地活性化検討会により開発されている。徳島市、津田地区では、金長と敵対した六右衛門がシンボルとされている。伝説上では恩返しをするなど、義理堅いとされる金長に対し、六右衛門は映画、阿波たぬき合戦の影響もあって悪役に仕立て上げられており、このことに不満を抱く津田地区民も少なくない。また金長側の小松島市でも、かつては六右衛門を悪いたぬきとするイメージが強かった。ものの、戦後の平和な時代には人々の考えが変化したこともあり、金長の師匠として六右衛門を評価する声もある。前述の金長まんじゅうに対し、津田西町の和菓子屋である吉本古月堂では、六右衛門まんじゅうが発売されており、同店の看板商品となっている。伝説上で、敵対関係となった金長と六右衛門とは異なり、六右衛門まんじゅうの発案者である吉本古月堂、創業者、吉本俊明と、金長まんじゅうの発案者である、ハレルヤ製菓の創業者、岡武夫は、同業者として、旧知の中である。岡は、金長まんじゅうの売り出しに際し、当時すでに六右衛門まんじゅうを売り出していた吉本の元を訪ね、意見交換を行っていたという。1995年より、津田地区社会福祉協議会考案による町おこしイベント、六右衛門祭りが開催されており、出展、子供太鼓、阿波踊り、県指定無形民族文化財、津田の盆踊りなどで好評を博している。2014年に開催された第20回六右衛門祭りでは、小松島商工会議所の協力のもとに、六右衛門たぬき、金長たぬきの交流宣言が表明され、六右衛門の着ぐるみが登場、前述のコマポンと握手を交わし、江戸時代から対立していたたぬき同士が170年ぶりに和解を果たしたと報じられた。ありがとうございます。